僕
どうしたらいいか分かんない適当に乗っといてください。あとティム・スティーブンスってもともとはベースボーカルなんですけど、ちょっとボーカルは無理なんで諦めて山下くんを入れてやったんですけど、代わりにコーラス回ろうと思ったんですけどコーラスも無理やなってなって諦めたんで、コーラスのサポートを呼んでます。どうぞ。どうぞ。もう暗い曲はもうないんで、はい。まあ楽しんでください。では行きます。Thank you.
する人じゃないんで、なんかすごい自分の中でも今でも違和感覚えてるんですけど、まあね、ドンキーコングっていう名前なんですけど、あの皆さんの SE の曲ご存知ですか？なんか多分64やってた方とかやったらわかるんですけど、あれご存知、64のドンキーコングの主題歌みたいな、モンキーラップっていう曲なんですけど、よかったら聞いてもらったらいいんですけど、あれ全部あのドンキーコングの出てくる登場人物5人いるんですけど、5人とも全部紹介してるっていう、最初にドンキーが紹介されて、いろいろ DD コングが出てくるんですけど、よかったら、あのゲームも結構面白いんで僕はやったことあるんですけど、よかったらやってみてください。ゲームのバンドじゃないんだけど、こんな感じでいい？考えてきた。考えてきたよ。今思いついた。あげといて。あ、今回ね、柴田くんにもソロ弾いてもらうようにしたんで、どっちが弾くか当ててくださいみたいなのをさっき言おうとしたら忘れてましたね。次行きます。
次で最後です。ちょっと遅いな。いや、よかったですね。何だっけ。あ、次なんですけどね、DM スティーブンスってそのなんか、まあ、その個人でやってるよりそのなんかサポートみたいな、サポートっていうかスタジオミュージシャン的なやつが多くて、で、まあ、XJAPAN のヒデのなんかアルバムに参加しててみたいなんで、次の曲がそのヒデのツイート、ツイートやんな、ツイートやんな、ツイート的な感じで、その自分がやった曲をセルフカバーっていうか、まあ、そうやな、カバーしてる的な、そういう、そういう曲です。です。あ、サポート呼んでます。みなりの楽器があると思うんですか。サポート呼んでます。竹、サポート。どうぞ。キーボード、村上葉月さんでーす。久々に無視したんですけど、全然ダメですね。二度としないですね。最後やろ。あ、よっ。あ、いけます？柴田くん。ちょい。あ、いけますか？じゃあ、やります。